どうも、ご無沙汰単語、チェブンブンと申します。ちょうど先日、ギャガさんのご好意で、日本公開が2月の23日金曜日より東宝シネマズシャンテ他で公開となる落下の解剖学を見てきたんですけれども、めちゃくちゃ面白かったんで、今日はこの映画について紹介していきます。よろしくお願いします。この落下の解剖学はですね、第76回カンヌ国際映画祭で最高賞にあたる、パルムドールを受賞した作品です。で、主演がサンドラ・ヒュラーさんですね。ありがとう、トニー・エルドマンに出ていた、女優さんとなっております。で、まあ話としてはですね、まあ雪山が舞台なんですよね。で、そこにそのサンドラ・ヒュラー演じる、まあ、女性の人が、まあ夫とあと息子ですね、目が見えないというか弱視の少年のダニエルがいるんですけれども、一緒に暮らしていたと。で、ある日、外に出ると、その夫がその頭を打って亡くなっているんですよね。で、まあ、警察が訪れて、まあ、調査をするんですけれども、だんだんと、この死に方って、単なる事故死じゃないんじゃないか。かといって自殺でもないんじゃないか。ひょっとしたらサンドラ、お前が殺したんじゃないかってなって、彼女は捕まってしまって、で、裁判に発展していくっていう法廷劇なんですよね。で、2時間半ぐらいある作品なんですけれども、これがすごい作品でした。で、監督がですね、ジャスティーヌ・トリエ監督という人で、日本ではそこまで知られていない。割と限定上映とかされているような人で、この監督の4作目で、ついにパルムドールって感じなんですよね。で、まずこのジャスティーヌ・トリエ監督ってどういった作品を作ってきたのか、こちらお話しします。今回集大成に当たるので、今まで作ってきた3本が密接に関わってくるんですよね。で、まず長編デビュー作がソルフェリーノの戦いという作品があります。これ今、ジャイフォーで確か配信されている作品でめちゃくちゃ面白いんですけれども、主人公テレビレポーターのレティシアという人なんですよね。で、この人は新しい大統領が誕生する。まあ大統領選挙中なので、もう朝から大忙しなんですよね。で、子供の、まあシングルマザーなんで子供の世話をしながら、いろいろ準備をしているんですけれども、そんな時に限って、離婚した夫が、子供に会わせろみたいな感じでやってきて、仁義なき戦いが繰り広げられるという作品なんですが、この作品面白いのは、実際に、国民運動連合のニコラ・サルコジと、社会党のフランソワ・オランドの決選投票の本当の選挙の合間に取られているんですよ。で、実際に役者を選挙中の群衆の中に突っ込ませて、で、どっちが勝つかどうかわからない中で即興的に映画を撮るっていうことをやっているんですよね。で、1対1の関係から社会の混沌の中にぶち込んで、そこで化学反応を起こすっていうのは、今回の、落下の解剖学の中でも、主人公のサンドラと夫との関係を周囲の人がかき乱す。周囲の人がわわやや言って混沌に導いていくっていうところに、反映されていたりとかするんですよね。で、もう一本あって、それがビクトリアという映画です。これ2作目かな。これはですね、硬派な弁護士のビクトリアが主人公で、これマイフレンチフィルムフェスティバルでやったやつなんですよね。で、この弁護士ってすごいドライなんですよ。例えば結婚式で知り合いに仕事くださいよって言われても、私だって自分の生活資金を稼ぐために忙しいんだからって言って、もう釣れないんですよね。そんな彼女が友人から殺人容疑で捕まってしまったから弁護してくださいって言われて、しぶしぶ引き受けて、で、そこに色恋沙汰とかがあったり、スキャンダルがあったりとかして、自分の中で壁を作っている人が、どんどん
内面が露見していくっていう様子を描いていくと。これは今回の作品のもうどんどんなんかあらゆる登場人物の心理が裏返っていくっていう展開で、応用されているという感じですかね。で、最後が、これが一番重要となってくるのかなって思ってて、愛欲のセラピーという作品で、これ日本だと確かビデオスルーかな、なんか、タイトルも愛欲のセラピーっていう、その観音映画みたいなタイトルになっているんですけれども、これ本当どうかしているお話なんですよね。で、セラピストであるそのシビルが急にその小説を書きたいからセラピストを引退するんですよ。で、そうなんだけど、なんと、その小説の題材に、その自分の患者のことを書くっていう、職業倫理がやばいみたいな感じなんですけれども、で、なんか映画の中でキーワードとなってくる、フレーズが出てくるんですよね。人生とはフィクションだ。いくらでも書き換えられるっていう言葉が出てくるんですよ。これっていうのが今回すごい重要となってくるんですよね。で、この映画、三すくみの対立となっているんです。で、まず、重要となってくるのがサンドラなんですよね。で、サンドラは、普通に夫を亡くして、被害者みたいな感じなんですけれども、映画を見ていると、ちょっとずつ怪しいところが出てくるんですよね。で、なんかインタビューの人、と対話する場面があるんですが、わざと話をそらしたりとかしてきて結構怪しいですと。で、次はダニエルなんですけれども、ダニエルはその目が見えないって言っても弱視なんですよね。若干見えると。で、彼はその感覚に合わせていろいろ証言をしていくんですけれども、嘘をついたりとかするんですよね。で、全然信頼できなくなってくると。で、じゃあ、陪審員と結果、検察官は信頼できるのか、それこそ事実を積み重ねてって、あと検証とかしていくわけですよ。ビデオ判定とか CG とか作ったりとかするんですけれども、じゃあ、事実を積み上げていって、で、それで、ちゃんと裁けるのかって言ったらそうじゃないと。なんか赤いマントを着た、検察官が出てくるんですけれども、この人がもう自分の決めつけで断定をしていくんですよね。で、つまりこの映画って、サンドラと、ダニエルと、あとその他群衆、三すくみ、それぞれ、不足している情報がありつつ、その中で、事実を積み上げて真実を作っていく。真実はいつも一つってとある探偵は言っているんですが、真実はいつも無数あると。で、その中から一個選ぶっていう話になっていくんですよ。で、サンドラは、当事者でありながら、ここすごい映画の中で重要なポイントなんですけれども、3つの言語を操るんですよね。サンドラ・ヒュラー自体が、ドイツ人の方なんですけれども、海外にいる、フランスにいるから裁判はフランス語でやらないといけない。自分の頭の中で翻訳しながらやんないといけないんですよね。かといって、フランス語そんなにネイティブじゃない。だから翻訳しながら伝えなきゃいけないから完璧に情報を伝えることができないんですよ。で、譲歩して英語で話していくように交渉したりとかするんですよね。お互いに、欠けている情報を補い合いながら、対立してって、で、一つの真実を選んでいくっていうところがすごい面白くって。で、それはどっから来ているのかっていうと、その前作の愛欲のセラピーにおける人生とはフィクションだ。いくらでも書き換えられるっていうところに繋がっていくんですよね。で、実際に落下の解剖学の中でも序盤の方で、そのサンドラが私は殺してないって担当弁護士に言うんですよ。でも弁護士は重要なのはそこじゃないって言うんですよね。つまり、客観的に誰もが、腑に落ちるところ、折り合いをつけていくところ、それを見つけていくっていうのが、人生であるよって描いていて、これの視点っていうのがすごい面白いなって思いました。だから見ていて、次から次へと、新事実が発覚、発
覚していくんですよね。その面白さっていうのもあるし、あとはこれダークコメディとしても機能しているんですよね。お互いに、まあ、完璧に全部事実は持っていない、不足している事実の中で真実を組み上げていく。なので、その真実っていうのは間違っているかもしれない。でも、登場人物全部断定で話していくんですよね。もうこうに違いない、こうであるっていう。それこそ検察官ですら、お前はこうしただろうみたいな感じで自分のその真実を押し付けていく。それがすごい滑稽に見えていくっていう。それが、非常に、まあ、アクチュアルかなっていう。まあ、世界的にいろいろ紛争とかも起きて、言い争いとかが起きていて。で、その中でお互いにその正義とか正論とかをぶつけ合っているだけ。それを風刺しているっていう点で、まあ、この映画がパルムドールを取ったっていうのは、まあ、今ある問題を捉えているからっていうのもあるんじゃないかなって思いました。で、あと、この映画すごい面白いのが、ジャスティーヌ・トリエ監督が、おそらく、そう、ゴーンガールをリメイクして、この落下の解剖学を撮ったと思われるんですよね。で、ゴーンガール思い出していただきたいんですけれども、デビッド・フィンチャーの名作ですよね。で、ベン・アフレック演じる男の人が、ある日家に帰ると、ロザムンド・パイク演じる女の人がいない。妻がいないですと。で、まあ、失踪事件ですと、メディアで一目注目浴びるんですけれども、だんだんと、ベン・アフレック演じる男がクズ男であることが分かっていく。で、メディアとしても彼を叩くようになっていく。被害者が加害者として扱われている。これは落下の解剖学でも同じこと描かれていますと。で、他には、DV 描写ありますね。まあ、部屋の中で、ベン・アフレックとロザムンド・パイクが言い争って喧嘩をするみたいな場面があって、まあ、負傷するって場面があるんですが、落下の解剖学でもあるんですよ。サンドラの腕にあざがついてんですよね。で、最初このあざは何ですかっていう聞かれると、キッチンに、まあ、よくぶつけるんですよって言うんですが、だんだんとそうじゃない。どうやら DV に合っているんじゃないか、みたいなのが発覚していく。それも共通していると。なおかつ、なんか男と女が親密な関係になるっていうところ、ここで使われる場所が中華料理店なんですよね。これもゴンガールに出てくるんですよ。で、じゃあ、で、実際に証拠として、ジャスティーヌ・トリエ監督は、カエル・シネマの、2010年代のベスト映画何ですかって、まあ、アンケートみたいなのがあって、そこにゴンガール入れているんですよ。で、明らかに意識していると。で、なおかつ、前の作品のビクトリアの時点から、ゴンガールをやりたかったっていう、匂いが感じ取れるので、まあ、今回は、もう完全にゴンガールをやりたかったんだろうなっていう感じなんですよね。じゃあ、この落下の解剖学はゴンガールのパクリなのかって言ったら、そうではない。決してそんな映画ではないと。アレンジがめちゃくちゃ面白いんですよね。例えばゴンガールの場合、部屋の中にいっぱい紙を貼っていく、まあ証拠として紙を貼っていくっていう場面があるんですけれども、落下の解剖学の場合では、ダニエルっていう、まあ弱視の少年が、自分がどこにいるかって把握するために部屋の至るところに、テープが貼ってあるんですよね。で、違う触覚、まあ、違う感覚を抱くような、テープが貼られている。そこに応用されていたりとか。で、そもそも、映画自体も、サンドラ、まあ、ドイツ語話者でありながら、英語とかフランス語とか、翻訳しながら、まあ、当事者で全部知っているけれども、そのニュアンスを伝えるために、変換する。で、そこでこぼれ落ちてしまっている情報で窮地に立たされてしまうサンドラと。あとはダニエルですね。まあ、弱視で、
まあ、目が見えないながら、その感覚、視覚以外の情報で証言しないといけないんですが、それが序盤の方で間違ってたっていうのが発覚して、それ以来、その信頼が得られない。その中でどう戦うか。で、その他群衆は、その、まあ、膨大なその事実や検証動画で真実を、作っていくんだけれども、当事者じゃないから、実際はどうなのかわからない。その三つを手繰り寄せていくっていう、脚本の積み上げ。これが非常によくできているんで、もう、ぜひとも、ゴンガールと、その、落下の解剖学を合わせてみると、2倍楽しめる映画なんじゃないかなって思います。中身に関しては、まあ、ミステリーっていうのもあるんで、触れないでおこうかな。今日は骨格だけの話をしました。公開したもうちょっと具体的な話とかね、ちょっとカエルシネマのジャスティーヌ・トリエのインタビューとかを読んで、まあ、紹介できればなって思います。今日はこんな感じで終わりにしようかなと思います。それではまた今度。